こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお通しも行きましょう。キッチンリフォーム、釣り戸棚、どうする?いつものように LINE 公式にこんな質問、いや、こんな報告ありました。山さん、こんにちは。ついに、クリナップのステディア、リフォーム完成しました。やっぱり、引き出し収納はしっかり入りますね。お話しされていたように、この機会に、断捨離もできたので、釣り戸棚なくしてスッキリ。なくしたところにシールを貼ってデコレーションしてみました。こんな感じです。どんな感じなんでしょうか。ビフォアはこんな釣り戸のある壁付けキッチンなんですね。そして、なんと壁付けキッチンで釣り戸なくしてるんです。スッキリじゃないですか。こんな感じ。そして、なくしたこのパネル、そう、こんな感じで可愛く綺麗におしゃれにデコレーション、おしゃれキッチン仕上がってますね。本日のお題いきましょう。釣り戸棚はいる?いらない?やっぱりこれで悩む方とっても多いんです。山さん教えて。今日お届けするのは、先ほどの質問者の方から収納の中、実は写真で送ってもらいましたんで、それも最後見ていただくと、ああなるほど、こんだけ入るんだなって参考にしてみてください。釣り戸棚いる?いらない?あなたはどっち?まずはですね、まあリフォームしようと思ってショールーム行くと、あれ?釣り戸ない。そうなんです、釣り戸ないキッチンとっても多いんです。モデルルーム、マンション、戸建て、いろいろ見に行くと、あれ?釣り戸ない。そうなんです、今のモデルルーム、マンション、すべて釣り戸ってほとんどないですよね。こんな感じで、カタログ見ていくじゃないですか。まず表紙見たって釣り戸ない。そして開けて見ていくと、それでもやっぱり釣り戸ないんですよね。で、キッチンリフォーム、釣り戸棚つけるかな、なくしたい、開放感欲しい、でも収納足りなくなる、そんな不安。そもそも人にとって今まであったものをなくすって勇気いりますよね。実は山さんも釣り戸なくしたんですけれど、その時、まあ勇気っていうか、まあ私の場合は分かってるんですけど、やっぱりなくして大丈夫かなんて周りはやっぱり思うわけですよ。ですので、こういった、まあ悩みに対するちょっと深掘りを今日はしていきたいと思います。まず結論から言うと、山さん的には、基本的には釣り戸棚なしで OK です。どうして?っていうふうになりますよね。で、そのまず一つ目。最近のキッチンの引き出し収納容量すごいんですよ。特にあなたは今開き扉を使ってる、そんな方が多いと思うんですよ。築、まあ、30年ぐらいの、そういったキッチンがリフォームされてます。その当時は開き扉です。そして引き出しレールもそもそもそんな今のような滑らかなレールでもないし、引き出し収納が引き出しのこの最後の奥まで出てくる、そんなフルエクステンションレールじゃありません。奥行きも違うんです。収納量はその当時と比べると約、ご存知でした、2倍以上。これが定説です。釣り戸棚がなくなっても全然収まるということ。こんな感じ。今あなたのキッチンこんなに入ります？もうこれかなりメーカーが工夫して、扉の裏にツールポケット、引き出しの中に引き出し、内引き出し、スライドボックス、こんな感じで引き出しのスライド開けるとまた下に入っている。これだけデッドスペースがなくなってるんです。こんな感じ。すごいですよね。で、こんな感じで、そう、もう立体的に入ってますから、こういった、まあ、スライドボックス、スライドトレイ、こういったオプションのついてるような、そういった収納を選ぶ。これがポイントではないでしょうか。理由の二つ目いきますね。ここなんですよ。やっぱり、リフォームのタイミングで、断捨離、もう収納量減らしてくださいよって、山さんにいろいろ相談される方にも、最後、リフォーム前の時の相談、最後一言は、断捨離してくださいね。やっぱり、時間をかけるからこそ、なくす、そういったことできません。リフォームちょっと、その前に片付けの時間は、しっかりと取ってもらいたい。なので、釣り戸棚の奥の奥に、いわゆる収納用語でいう、私蔵品、これを整理すること、意外と物って少なくなるんです。引っ越ししたりすると物なくなりますね。あれとよく似てるかなというふうに思います。理由の三つ目、完成した時の満足度アップです。やっぱり釣り戸棚がなくなる。これ私の経験上、一番まあやってよかったリフォームの一つが釣り戸棚なくしたことですね。これによってもイメージガラッと変わります。そもそも釣り戸棚確かにいらなかったなって。マンションの
山さん仕事でこうキッチンのプロジェクトの営業やってたんですね。で、年々釣り戸棚なくすオプションがどんどん増えていきました。ある時はですね、多分釣り戸棚をなくすマンション、その一つの住戸マンションプロジェクトで半分以上は釣り戸棚なかったような気がしますね。ということで、キッチンに立つのが楽しくなる、それが釣り戸棚なくすこの開放感、こんな感じ。さらにはそう、今日の質問者の方、すっきり感ありますよね。本日のまとめいきましょう。やっぱり見ていきたいですね。釣り戸棚はなくて OK で、もう迷うんだったら思い切ってなくしてください。でも私にしてはどうしてもちっちゃいキッチン狭いからっていうことだったら釣り戸棚あってもいいんですけれども、実際に釣り戸棚なくしたことによってその開放感からキッチンに立つ時間が増えたっていう声結構あります。じゃあ行きましょう。お待たせいたしました。今日この方どんな形で収納しているのか、たっぷり収納になったっていうんですよね。シンク下見てください。そうだから、ツールポケットっていう形で扉の裏にこういっぱい入るようにして、さらにこれ内引き出なんで、このスライドを下げるとどうなってるか、そうまた下にも収納あるんですよね。で、隣のシンクの下、これだけ入っています。2段スライドなんです。開きの時とですからそもそも違いますよね。上の上段だけでもこれだけ、そして下段にこれだけ、さらに横の食洗機ついてるんですけど、食洗機の下なんかにはあまり使わない食器、さらにいろんなところ収納あるんですが、このまあキッチンについてのビフォーアフター、それから実際にどういう風なことで選んだのか、ゴミ箱収納どこに置いた、そんな内容はまた別の動画でお届けします。今日は釣り戸棚なくしてもというこのテーマだけをお届けしました。すっきり心地よくリフォーム&インテリア、サチのリフォナビから今日もインスタグラムで取り上げられた内容をご紹介させていただきました。ぜひインスタの方もチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますね。 LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になってコメントスタンプくださいね。次の動画でもお会いしましょう。本日もありがとうございました。